歌手の西野香ナさんが公式ホームページで活動休止を発表しましたホームページではいつも応援してくれる皆さんへとした上で2008年にデビューしてから今まで音楽を通してたくさんの方に出会い大好きな音楽に囲まれて最高の20代を過ごすことができましたもうすぐずっと楽しみにしていた30代旅行が好きなので 行きたい場所もまだまだありますし、やってみたいこともたくさんあります。来月のライブを終えたら、一度活動を休止して、期限を決めずに、いろいろと挑戦したいと思っています。とは言っても、やっぱり私は歌が好きで、これからもきっと毎日のように歌を口ずさんでいる気がします。またいつか皆さんの前で歌える日が来るまで、日常の中で音楽を楽しみたいと思っています。 最後に、こんな私をいつも応援してくれる皆さんに、心から感謝の気持ちを伝えたいです。ありがとうとしています。西野カナさんは NHK 紅白歌合戦に9年連続で出場し、10代から20代の女性を中心に絶大な人気を誇っています。